まだ出てないけど。梅ちゃん頑張れ。梅ちゃん頑張れ。ゆるキャラダンス選手権。ゆるく大真剣勝負。ゆるくない真剣勝負にご来場いただきありがとうございます。ありがとうございます。ご紹介させていただきます。審査委員長はお台場新大陸応援団キャプテンでスーパーニュースの顔安藤優子をキャスター、そして本選手権のスペシャルサポーターでありスーパーニュース気象予報士でゆるキャラの父とも言われている大谷智和さんです。お二方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、いっぱい盛り上がっていきましょう。いや、そうですね。ね、スペシャルゲスト、くまモンと殿堂入りゲスト、宮崎県の登場です。2011年、ゆるキャラグランプリで1位に輝き、全国でも大人気の熊本県からのスペシャルゲスト、改めましてくまモンです。よろしくお願いいたします。そしてこのダンス選手権で第1回第2回連覇を果たしまして、ゆるキャラダンス選手権の殿堂入りを見事に果たしました宮崎県です。よろしくお願いします。予選1組目は東北北陸チームと北関東チームの対戦となります。ではまずは東北北陸チームです。ご登場いただきましょう。東北北陸チーム、ゼロリンジャンボール3世、朝倉夢丸、むすび丸、そして博多の夢ちゃん。テーマは見せる東北陸の絆ダンス。それではステージへとどうぞ。さあ出てきました。この登場曲を聞くとちょっと戦いという気もしますよね。これから始まるという気がしますけれども、このチームのテーマは絆ということで、はいはい、どんな戦いになるんでしょうか。そして対戦しますのは北関東チームです。北関東チーム、ハッスルコモン、ルーマちゃん、ルッカちゃんに語る。テーマはグッド復活カファイクハッスル。それではご登場いただきましょう。どうぞ。このチームはものすごい強力な応援団が集めています。カタルにカッカちゃん、ウーマンちゃん、そしてハッスルコモン、大丈夫ですか、歩けてますか。さあ一組目、このチーム同士の対戦となります。まずは両チームのキャプテンに意気込みを聞いてみたいと思います。ではまず東北北陸チームのキャプテン朝倉夢丸ちゃんから前へと意気込みをお願いいたします。東北北陸チーム、追加の王様ジャンボール3世と福井市宣伝隊長朝倉夢丸、山形の食いしん坊ペロリン、岩手のアイドル博多の夢ちゃん、仙台宮城観光 PR キャラクターむすび丸の5人で台風なんて吹き飛ばす東北陸のチームワークでゆるくない絆ダンスをお見せします。はい、ぜひそのゆるくない絆ダンスを見せていただきたいと思います。ありがとうございました。そして北関東チームはカパルですね。はい、カパル前にお願いします。では意気込みを一言。皆さんこんにちは。右左からハッスルコモン様、ぶんまちゃん、
ます。みんなで力を合わせて、他のチームには負けないという強い思いと、あと強い団結力ですね。これで優勝を目指していきたいと思いますので、ぜひ皆さん応援をよろしくお願いいたします。はい、ネテストの強い団結力、頑張ってください。ありがとうございました。では早速ダンスパフォーマンスですね。まずこちら東北北陸チームの皆さん準備お願いします。皆さん定位置についてくださいね。北関東チームの皆さんは少しステージ後方へとお願いいたします。笑いを取ってますね、ここ。さあでは東北北陸チームのダンスパフォーマンスです。踊っていただく曲は e-girls の踊るポンポコリンです。ではミュージックスタート。ということで、どれぐらい息が合うかっていうのを見てたんですけどね、かなりぴったりの息ですね。ちょっとぴったりでしたね。個人戦とはちょっと違って、やっぱフォーメーションがね、組めるというのもね。なんかハッスル・コウモン、辛そうなんですけど。ハッスル・コウモン様、大丈夫ですか？取れますかね？そう、頭メロンですちょっと変わりましたね、ハッスル・コウモンね。ダンスパフォーマンスです。ミュージックスタート。ヨレヨレだったんでどうなることだと思ったんですが、あれが
そういうふりをしてただけなんですね。そうですかね。もうあのパフォーマンスでやられました。はい、キレキレのダンスでしたね。じゃあゆるキャラの皆さん、ちょっとステージの中央にもう一度お越しください。歌詞に合わせたおへそがちらり群馬ちゃんとかやられましたね。本谷さん可愛かったです ね、 なんかこう歌詞に合わせたポイント、ところどころで 3,4 ポイントちょっとね面白いところも見せてくれましたね。はい、ではジャッジいきましょうか。そうですね、ということで1組目のバトルがこれで終了しました。さあここで審査を行い、どちらが決勝へ進むかを決定させていただきます。ジャッジは審査員3名の皆さんにそれぞれどちらのチームが良かったかご判断いただきます。赤が良かったかは東北北陸チーム、青だったら北関東チーム、青か赤の札を挙げていただきます。それでは審査員の皆さんよろしくお願いいたします。ご用意はいかがでしたでしょうか。ちょっとすいません、ラジパンダが出せないように私が出すみたいな感じで。わかりました。では審査結果どうぞ。ということでこちら北関東チームが勝利しました。決勝進出おめでとうございます。おめでとうございます。それでは決勝までは控え室にてお待ちください。一組のチームの皆さんにもう一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。では皆さんご退場ください。難しいですね。いや、あの1回目でこれですからね。本当にものすごい悩みました。皆さん相当な練習量もありますから、練習を重ねて今日臨んでるわけですから味パンダもここで一旦退場させていただきます。はい、味パンダありがとう。味パンダはね、札が持てないんですよね。そうですね、大谷さんが代わりに持ってくれました。